両チームの選手が入場してきました。この大事な一戦、まずは日本のスターティングメンバーです。日本はイエローカードの累積や怪我人もなく、ベストメンバーを揃えることができました。ゴールキーパーは林、ディフェンスは左から堤、福本、牧野、内田、中盤はボランチに柏木と青山、左に梅崎、右に田中、ツートップは森島と川原です。吉田靖監督46歳がこのチームを率います。そしてリザーブにはアーセナルの入団テストにも合格した伊藤翔をはじめ、ハーフナーマイク、青木浩太と、まあ、得点能力の高い選手が控えています。 FIFA Under-20 ワールドカップ出場決定試合、若き日本代表が世界への切符をかけて戦います。 AFC アジアユース選手権準々決勝、日本対サウジアラビア、今キックオフされました。いいね、はい、滑ってしまいますから変えたと思いますね。そしてこのピッチというのは非常にこう地面が硬いピッチなんですよね、はい、この辺りがまあ選手たちにとってどんな影響を与えるのか。さあ立ち上がり、田中アトムからアーリークロスを入れていきます。森島へのボールは通りません。過去2回の優勝経験がある強豪です、まあ、そして A 代表は2006年ドイツワールドカップにも出場しています。さあ柏木のフリーキック、右サイド、内田、鹿島アントラーズの内田倒されました。ホイッスルです。いやいいです、日本がフリーキック、ね、あの今やったく1対1になりましたよね、はい、勝負してクロスを、はい、これ抜けたらクロス上げれたと思うんですよ ね、 うですね、はい、もうファールで止めるしかなかったんですよね、完全に内田が右サイド、1対1では勝っていました。鹿島アントラーズの内田篤人、背番号2番が倒されてフリーキック、ね、いい角度からのフリーキックですよ、はい、左足柏木のヘディングシュート、先制点は日本、決めたのは川原、やってくれました。日本がいい時間帯に先制点を奪いました。背番号11番の川原、ニアサイドドンピシャリ、いいボール入ってディフェンダーの前ですよ、はい、もうこれ日本の選手2人いましたからね、はい、もうこれはいいボールでいい入り方しました。前半の立ち上がり、日本がいい時間帯、川原の先制ゴール、サウジアラビア相手に日本が1点を先制しています。非常にいい時間帯に日本が1点を先制しました、はい、そのフリーキックを得たのも、はい、内田がやっぱり1対1で勝負したところからですよ ね、 そうですね、はい、右サイドバック鹿島アントラーズの背番号2番内田篤人がまず縦に仕掛けました。それを相手のディフェンスが倒してから日本がチャンスを作りました。これはパスミスになります。サウジアラビアの選手を見ていますと、どうでしょう、足元かなりこう滑っているようにも見えますね。そうですね、なんか少し踏ん張りが効かなくて、はい、1歩目が動けないという感じがしますね、右サイドバックの内田が仕掛けていきます。いやいいですよ、右サイド田中飛ぶ、かわした、チャンスになる、センタリング入って、これはサウジアラビアも懸命な守りを見せます。いや、こういうとこですよね、攻めた後の、はい、このカウンター気をつけなければいけません。日本、はい、ボランチの青山が戻ります。サウジアラビアのカウンターシュートを打ってきた、守りました日本、これは危なかった。日本の左サイドバック浦和レッズ背番号3番の堤がヘディングでクリア、中盤でボールをつないでサイドを変えてきます。この辺りは日本非常に落ち着き払ったプレーを見せています。右サイドバックの内田から1本のパスでサイドを変えるボール、サウジアラビアがカットして、このカウンターには気をつけなければいけません日本。サウジアラビアが中盤でボールをつないでサイドを変えてきました。そうですね、1回ゴールに遅らせればそれほど怖さはないと思いますけどね、はいはい、右サイドバック内田の対応、相手に当てて日本ボールのスローインです。最後はディフェンス5番の牧野、サンフレッチェ広島、背番号9番のアルサハラビーの体に当てて日本ボールのスローインとなっています。福本がボールを奪い返しました。フォワードの背番号9番の森島、一旦最終ラインに預けます。日本がこの辺りは落ち着いてこうビルドアップをしています。サイドを変えてきます。右サイドバックの内田、胸トラップして前に出して足元ボールがつながっています。梅崎が右サイドまで来ています。さあ内田前を向いた、クロスが上がる、シュートはどうだ、ゴールキーパーが防いでいる、ホイッスルが鳴っています。最後ボールに飛び込んでいったのは背番号11番の川原、日本がチャンスを作っています。左から右、そして縦へとね、非常にいい攻撃です、はい、ですね、内田からのボール、最後飛び込んでいったのはアルビレックス新潟、今日先制点を奪った川原でした。さあ日本がボールをセットして、背番号4番のキャプテンの福本、大分トリニータリスタート、ゲームが始まっています。相手に当てて日本ボール、田中アトムから右サイド、内田がこの位置まで上がってきています。右サイドバッ
鹿島アントラーズの内田、内田が低いボールセンタリング上がってきて、日本ボールをキープしている鹿島木が7番梅崎で、梅崎がシュート、ポストの右、日本がまたしてもチャンスを作りました。柏木から最後は梅崎。いやそうですね、あの柏木がね打っても良かったのかなと思いますけどね。はい、一旦相手を引きつけてから最後は梅崎、シュートを狙っていっています。 FIFA アンダー20ワールドカップ出場決定試合、ホイッスルが鳴っています。これは遅延行為ということで、右サイドバック背番号2番鹿島アントラーズの内田にイエローカードが出されました。日本が前半7分川原のゴールで1点をリードしています。ちょっとこれはいやもったいないですよ、そうですね、こういうプレーでもらうのは、はい、その内田のスローイン、森島が体を張って日本ボールのフリーキックです。足をちょっとこれ踏まれたんでしょうかね。ゲームはもうすでに手元の時計でロスタイムに入っています。かわされた後サウジアラビアのカウンター、スピードがあります。体を張って守りました日本。背番号2番鹿島アントラーズの内田、さあ残りロスタイムに入っています。負ければ敗退、大事な一戦、日本は前半ここまで1点をリードします。さあここでホイッスルが鳴りました。前半が終わりました。日本はサウジアラビアに対し1点のリードで前半を折り返しています。さあそしてその川原が交代ということになりました。日本が1人選手を変えてきます。後半の、まあ、手元の時計で18分、川原に変えてフォワードの青木を投入します。この青木はイラン戦90分フル出場を果たした選手、フレッシュなフォワードを投入してきました。右サイドバック内田のオーバーラップ、内田が粘ってフラッグが上がっています。田中が右サイドボールをキープして、右サイドバック鹿島アントラーズの内田が攻撃参加を見せていました。大きくサイドを変えて森島を狙ったボール、このボールは通りません。右サイドバック背番号2番鹿島アントラーズの内田から足元ボールをつなぐ日本、森島が左足をシュート、キーパーが引いたところ、最後は17番の青木、しかし日本追加点はなりません。森島が思い切ってシュートを打っていきました。迫る攻撃は見せています。日本が立ち上がり、後半はサウジアラビアに押し込まれているという時間が、日本が立ち上がり後半はサウジアラビアに押し込まれているという時間が長かったんですが、その嫌な時間帯を防ぎました、しのぎました。そしてこの時間帯は日本の攻撃続いています。ゴールキーパーが出ている、ゴールキーパーが出ている、かわして倒された、これはファールです、ファールです。ホイッスルが鳴っています。イエローカードが出されました。ゴールキーパー背番号22番のシャイアンに対してイエローカード、これはレッドカードでも堀池さんおかしくないプレーですよね。まあ本当そうですね、まあ、少しあのゴールが外れているということもあるかもしれませんけどね、完全に左の腕で掴んで青木を倒しました。ゴールキーパーシャイアンに対してイエローカード、まあ、青木もワンタッチして抜け方がね、はい、非常にうまかったし早かったですよね、もうファウルでしか止められなかったですよね。青木の良さが生きました。背番号24番グランパスの青山がサイドに散らして最終ライン、日本がボールをキープしています。そして大きく前線へヘディングでセッターと、日本がチャンスを迎えている。ふわりとしたボール、前を向け、シュートはどうだ、ゴールの枠を捉えることはできませんでした。後半途中出場の青木、チャンスを作りました。今カシャインからですよね、いいボール出しましたけど、はい、流れるような攻撃から、ね、トラップが少しね、はい、浮いてしまいました。最後は青木、チャンスを作っています。後半の35分を手元の時計で迎えようというところ、日本がここはピンチを迎えました。日本陣内でサウジアラビアのフリーキック、さあ日本ここからの一つ一つのプレーというのがワールドカップ出場に向けて大きくなってくる。ワールドカップワールドカップボールが来た、ヘディングシュートはどうだ、危ない、これは助かった日本、
PK ですかね。 PK ですか。サウジアラビアの選手が喜んでいます。 PK です。どうやらこれは PK ですか。さあもう一度今のシーンです。26番アルグサリの森島がどうやらサウジアラビアの選手を倒してしまったということですかね。日本がここで PK をサウジアラビアに与えてしまいました。キッカーはキャプテン18番のジュファイン・アリ。これからですよ。ここはまあ同点に追いつかれました。完全にこれは牧野が後ろから倒されています。さあ日本右サイドチャンスになる。縦に突破を図る。センターリング上がる。ファーサイド森島が待っている。ヘディングで折り返してこぼれ球。シュートを打つことまではできません。足元ボールをつなぐ背番号10番清水エスパルスの山本雅樹。シュートを打ってきました。こぼれ球こキープしている。まだボール前を向いてこぼれ球青木吉田シュート。やった。日本勝ち越し点。17番の青木やりました。2対1。値千金の勝ち越しゴール。いや織池さんやってくれました。いやーそう良かったですよね。はい、こぼれてきたのね。あそこ止めてたら多分間に合わなかったんですよ、はい、ゴール前粘って粘って後半途中出場17番の青木浩太素晴らしい左足のシュート。日本がワールドカップ出場権にググッと前進してきました。さあ現在照明が2つ消えた中でのこの戦いということになっています。もう現在手元の時計では後半ロスタイムに入っています。ロスタイムは4分という表示がありました。セッターとまたサウジアラビアボールサイドに行きたい日本。山本雅樹ボールを追いかける。いいです、いいですよ。今レフリーが時計を見ました。ゆっくりやればいいですよ、はい、じっくりと時間をかけたい。日本にとって非常に大事な試合。さあここで長いホイッスル。やってくれました。若き日本代表が世界への切符を手にしました。7大会連続アンダー20ワールドカップの出場権を手に入れました。堀池さん本当に厳しい戦いでした。いや本当にねタフの試合をね、はい、よくね勝ったと思うし、先制して追いつかれた、はい、流れが悪くなりましたよね、はい、でそういう中でもねやっぱり自分たちのサッカーを信じて、はい、そして最後青木ですよね。青木が決めてくれましたね。よく打ちましたよ、はい、ゴールキーパー林、そして日本の選手は倒れ込んで、まあ、涙を見せる選手もいます。そして笑顔の吉田靖監督、日本のスタッフ、まあ、とにかく本当にこうまず一つまだ戦いは続きますがおめでとうございますという言葉を送りたいですね、はい、さあ次は悲願のアジア制覇に向けての戦いということになります。本当に苦しかったですけど、まあ、なんとか最低の責任を果たせたんで良かったと思います。次の一戦で、多分韓国オーストラリアにかなり強いんで、もう本当に、そこと、とにかくいい勝負をすると、それだけです、はい。